さんこんにちは、かっちゃんです。もうすぐ6月やということで、今日はレイさん、マカロニチーズ作る動画みたいです。もしも作ってたらごめんなさい。作ってないというリクエストをいただきましたので、今日は火を使わずに電子レンジで簡単にマカロニチーズを作りながら、デコルトスマイルベーカーミニワッフルメーカー選手権をこうよくやってて、こんなね、めちゃめちゃ手のひらサイズでもう可愛かったんで、一目惚れして今日買っちゃったんですけど、今日はこの買ったワッフルメーカーを使いながら電子レンジでマカロニチーズを作りつつ、マカロニチーズワッフルを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。耐熱容器にマカロニ 100g を加え、マカロニが浸る程度の水を加え、蓋またはラップをして600ワットの電子レンジで5分加熱し、一度取り出してくっつかないように混ぜ合わせたら、さらに2分加熱し取り出したら混ぜ合わせて蓋をし、2分置いて余熱で火を通していきます。はい、では今2分ほど蓋をして置いておいたんですけど、ここで少し戻り具合がまだ戻ってないなって感じる方は、少し置いておく時間を長くしてみてください。マカロニを戻したら水を切っておきます。はい、ではこんな感じでマカロニは先に電子レンジで茹でておきます。はい、では次にホワイトチーズソースを作っていきます。溶かしバター 20g に薄力粉 45g をふるい入れ混ぜ合わせていきます。薄力粉とバターを混ぜ合わせたら、牛乳 250ml を少しずつ加え混ぜ合わせ、全体を混ぜ合わせたら600ワットの電子レンジで1分30秒加熱します。加熱し終えたら、ではここでチーズを加えるんですけど、ピザ用のミックスチーズとか、こういうチェダーチーズが入ったようなミックスチーズが色味が出て味にもコクが出るので、このようなのが売ってる場合はチェダーチーズの入ったミックスチーズを使用してください。ない場合はスライスのチェダーチーズを使っていただいても大丈夫です。加熱した牛乳にミックスチーズ 80g を加え混ぜ合わせ、600ワットの電子レンジでさらに1分とろみが出てくるまで加熱していきます。はい、では今こんな感じでチーズがしっかり溶けてソースにとろみがついたので、コンソメ大さじ1、ブラックペッパー小さじ2分の1を加え混ぜ合わせ、お味やいかに、ヤミー。では味を整えたら、水を切っておいたマカロンに加えて混ぜ合わせていきます。はい、ではこんな感じで電子レンジで簡単マカロニチーズの完成です。ではマカロニチーズが出来上がったので、このままで食べていただいても全然美味しいですし、今ワッフル用に 200g 取り分けて粗熱を取っておいたので、刻んだベーコンと溶き卵を加え混ぜ合わせていきます。全体をよく混ぜ合わせたら、ワッフルメーカーで焼いていきましょう。これね、2500円くらいだったかな。ほんとこんなね、手にこうやって乗る感じのサイズで、柄はこのワッフルとスマイル柄とありましたね。電源ボタンがないので、コンセント挿したら勝手に電源入る感じになってます。全体に油をなじませていきます。こうもうすぐあったかくなりますね。2分ぐらいであったかくなりますね。ではマカロニを入れていきましょう。レッツワッホ。こう端っこはこういう感じで綺麗に取れるようになってますね。食べよ。こんな感じに出来上がりました。あんた調理中に下に潜んどるね。僕もマカロニチーズが食べたい。マッタバサミー、ヘイマッタバサミー、またバサミ犬。かわいいな、すっぽりやん。はい、すっぽり。
はい、では今こんな感じでワッフルが焼き上がったので作ったマカロニチーズをたっぷり手前に乗せていきましょう。ジャンクの極み。Okay、では最後に上から刻んだパセリをパラパラパラリーノと散らして、はい、ではこんな感じで電子レンジで作るマカロニチーズとマカロニチーズワッフルの完成です。はい、では今回はリクエストをいただいたマカロニチーズと今回買ったワッフルメーカーでマカロニチーズワッフルを作ってみました。それでは本日はアンデスメロンチューハイで乾杯。乾杯。梅ロン、めっちゃ美味しい。これおすすめだよ。アンデスだよ、メロンだよ。これ美味しいわ。これね、新発売だったんですけどめっちゃ美味しい。じゃあ早速いただきましょう。なんかめちゃくちゃチーズのいい匂いがもうしてきますね。うん、おいしい。アンドマカロニ。ホワイトソースにチェダーチーズとか混ざったやつとか、ほんとそのままチェダーチーズを使うことでチェダーチーズの味がよく効いた、すごいコクのあるマカロニチーズに仕上がってると思います。今回火を使わずに作ったんですけど、まあ、よくね電子レンジでホワイトソース作るんですけど、焦げる心配もなく電子レンジでも手軽に美味しくホワイトソースが作れると思います。ほんとね、そこにチーズ入れるだけなんで、コストコとかカルディとかにああいうマカロニチーズのものとか売ってると思うんですけど、ああいうの買わなくても自宅でもすごく手軽に作れると思います。でマカロニも鍋で茹でなくてもああいう感じで電子レンジで加熱して、まあ、最初5分加熱した後にくっつきやすいんで少し離してあげてからさらに加熱して、あとは余熱で様子を見ながらマカロニに火を入れることで柔らかすぎずちょうどいい具合の硬さのマカロニに仕上がると思います。なんかこの中にしめじとかキノコ類とかベーコンとか入れて食べても美味しく食べられると思います。じゃあこのワッフォーいってみましょう。うん、今回ちょっとこのワッフルメーカーに掘り込んでワッフルメーカーを買ったのでワッフルにしてみたんですけど、こうやって卵とちょっとベーコンを加えて、まあ、ワッフルメーカーで焼いたりとかパンケーキみたいにフライパンで焼いて食べても卵焼きみたいな感じで朝ごはんとかにもすごく美味しく食べられると思います。うん、今まで使ってたワッフルメーカーもすごい良かったんですけど、ちょっとねサイズが大きくって洗うのが大変だったんで、なんかいいのないかなって探しつつ、これがほんと可愛くて惚れ込んで安かったんで買ったんですけど、テフロンかなり効いてるので焼いてる時に生地も全然くっつかないですし、火力も結構強いのでさっと焼けて、なかなかね値段の割に可愛らしくていい感じのワッフルメーカーだと思います。結構一人暮らしとか朝パパッとちょっと使いたい人とか、これに普通の食パンバッて挟んで焼いても食パンでワッフルみたいな感じで美味しく食べられるんじゃないかなと思います。なんかもうちょっとここにサラダとかこうパンとか添えながらワンプレートご飯にしても良さそうですね。うん、はい、ということで今日はリクエストいただいたマカロニチーズと新しく買ったワッフルメーカーでマカロニチーズワッフルを作ってみた動画でした。これからの時期また暑くなってきたりした時に火を使わなくても電子レンジでもすごく簡単に美味しいマカロニチーズが作れると思います。マカロニチーズのキットとかよく売ってるんですけど、そういうの買わなくても市販の材料ですごく手軽に簡単に作れると思います。卵を混ぜて作ったマカロニチーズでワッフルとかパンケーキ作ってもすごく美味しいと思いますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイマカロニ。なんかこのマカロニをおかずにまたマカロニが食べれそう。